皆さんこんにちは、こんばんは、ポカです。今回はですね、ガジェットとリドルローズハート、スキル3同士でコイン稼ぎ対決やっていきたいなと思います。アイテムは御用アイテムのみでやっていきたいなと思います。ちょっと噛みました、危ない危ない。で、リドルローズハートと新ツム、なりきり花婿リドルチャームのコイン稼ぎ対決もね、動画出してあるので、よかったらねそっちも見てみてください。でね、明日ぐらいにリドルローズハートの使い方動画出すから、もしね明日11時からセレクトボックスが来るんだけど、そこでゲットしてね、あんまりリドルローズハート使えないなって思った方、もしよかったらね、僕その日明日の夜ぐらいにねリドルローズハートの使い方動画出すので、よかったらね、チャンネル登録してお待ちください。ということで、あと7秒で1分経ちます。1分間の効率はどうなのか、リドルのコイン数が1499コインで、ガジェットが1193コインということで、300コインぐらいリドルローズハートが勝ってますね。そして時間は36秒と35秒で同じぐらいということで、ちょっとね終わるのを待っていきたいなと思います。ちょっと噛んだ、いやこれは完全に噛んだな。これやばいんじゃない？リドルローズハート3600コインあるのに、ガジェットは3000コインということで、まあ約600コインぐらい差がありますね。これはかなりいい検証になったんじゃないでしょうか。以上、終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。